車列仕立て、まあ、神奈川島を中心にですね導入をされておりますが、神奈川島で導入され、まあ、あの車列仕立て、シロさんの考案した車列仕立てについては、まあ、あのどちらかというと粗食というよりもやや、まあ、半未熟ということでありますので、今回のテーマの中では排除除外をさせていただいておりますので、まあ、そこら辺はですねまずご了解をいただきたいかなというふうに考えています。そんなことで、あの皆さんの方の資料にもあります通り、今日の質疑者ということで、まずあの紹介を申し上げております。まずあの県の立場でですね、一応あの長野県が推奨しています最新形ということで、まあ、これを、基本スタンスで、まあ、今年切ってもらいたいということであります。長野県果樹試験場栽培部の岡澤主任研究員さんですが、はい、合わせてですね、昨年、まあ、金子島白鳥の一本の木を切っていただいたわけですが、今回、実はあの昨年、千木さん、農業技術課の千木さんにも一緒に、切っていただいておりますが、今回はですね、ちょっとあの千木の皆さん、別の、まあ、研修会等と重なりまして、今回の参加できませんで、その、まああのまあ、代わりと言っちゃ失礼でありますが、試験場の技術をまた県下に普及している地元の普及員さんということで、北信普及センター、長野普及センター、それぞれの2人に、試験場と同じ木を切っていただきたいということで紹介をします。まずあの北信農業改良普及センターの岩崎さんですが、長野農業改良普及センターの徳武さんです。はい、この方に、まあ、カラグマークトの1本を切っていただいたというふうに考えています。それからですね、今回ですね、まあ、先ほど、テーマとして、紹介をいたしました、粗食で、初期収量を上げながら、高品質の生産を上げていくということで、全国の中でも非常にいい事例として、全国でも、まあ、今導入がされているということで、長野県の中でも非常に北信または南信の方でも、そういったまあ、ムードに高まっているということで、大藤重利立てということで、本日はですね一番本家本元の山梨県の大藤地区から、この大藤利立てを、まあ、奨励している推奨しているお二人に、今日はあの特別ゲストということで、参加をいただきました。まずあの紹介をしていきたいと思います。大藤流の広瀬さんですが、続きまして南さんですが、本日はですね本当にあのお忙しい中、山梨から駆けつけていただきまして、これからの実技等をお願いしていきたいということであります。まずあの皆さん方 の、まあ、あの今回、選定をしていただく、まあ、考え方と、まああの指導される皆さん方を紹介をさせていただきました。